サーフェスラップトップ GO 2です。サーフェスラップトップシリーズの廉価版ですね。サーフェスラップトップ GO の第2世代モデル、サーフェスラップトップ GO 2がですね、マイクロソフトから発表になりました。木澤さんが言わなかったら気がつきませんでしたっていうね。見た目とかはほとんど変わらないんですよ。プロセッサー、これがね、第11世代高プロセッサー、Core i5-1135G7 というものに変わりました。グラフィックプロセッサーですね。インテルアイリス XE グラフィックスということで、これちょっと非常にね、強化をされたグラフィックプロセッサーになっています。OS ですね。これが Windows 11になりました。本当に順当な進化を遂げてるっていう感じなんですね。画面サイズですね。こちらの 12.4 インチで、解像度がですね、1536×1024 ドット。実際ですね、お店で Surface Laptop 5を見ていただくと、解像度低いんだけど、意外と狭さを感じないんですよね。そしてタッチパネルですね。10点タッチパネルが搭載されています。で、インターフェースですね。USB Type-C、USB Type-A。で、3.5mm のヘッドホンジャックと、サーフェスコネクトですね。これがついています。色なんですけども、4色のカラーバリエーションがあります。まず標準的なものですね。プラチナ、でセージ、アイスブルー、サンドストーンという。セージってなんだっていう、緑色系の色なんですね。この微妙な色の緑色です。で、ラインナップとしては、すべて CPU は、Intel Core i5 第11世代プロセッサの 1135G7 を搭載しています。メモリがですね、4GB のモデルと 8GB のモデルが用意されます。あと、数字に関しては 128GB の SSD と 256GB の SSD というものが用意されます。で、お値段なんですが、メモリがですね 4GB、ストレージが 128GB で 96,580 円、メモリ 8GB、ストレージ 128GB で 109,780 円で、メモリ 8GB、ストレージ 256GB で 122,980 円ということになります。従来モデルとの変更点、まず OS が Windows 11になったということ、バッテリーの駆動時間ですね、従来モデルが13時間だったのが最大今 13.5 時間にちょっと伸びました。重量はちょっと重くなったというとこで、あとプロセッサーが第10世代から第11世代の Core i5 に変わったとこと、グラフィックスですね、インテルの今まで UHD グラフィックスだったのがインテルアイリス XE グラフィックスになったということ、本当にノートのサブマシンで 12.4 インチっていうのはやっぱりすごく小さくてちょうどいいっていう方も多いと、そういったサイズが欲しくて、これ持ち運びにはいいかなっていうところと、サービスシリーズが欲しいっていう方で、よりコンパクトなものが欲しいな方はにはいいかなと思ってます。店頭でもそのうち展示されると思いますのでね、見ていただければなと思っております。